皆さん、こんにちは。今回もですね、スプラックスのプレイングサッカーで、シャッフルモードですね、これをやっていこうと思います。はい。世界中の選手からランダムに選抜して、たった1組のチームを作るというですね、どういう選手が集まって、どういうチームができるか、非常に、何もわからない、そういう面白いモードです。えい。あ、ほんと引いた。はい、真っ白になりますね。お、このトゥルもいる。これ、スナイデルいますね。はい、これは強い。あ、日本人もいっぱい来ましたね。遠藤渡る柏木。そうか、なるほどね。ホンダとスナイデルのコンビネーションが見れそうですね、これは。あとどうしようかな。柏木って使ってみますかね。悪くないですけど。ただディフェンス力のある、サポーター役みたいな感じがいいと思うんですけど。レヌッチ。はい、長いますね。どうしようかな。難しいですね。長いサイル使いますか、どうせなら。で、ペリシッチ、あ、早いか、うん。どうしようかな。倉本、遠藤航。あー、でもな、十分だな。遠藤航使いたいですね、どうすんなら。いい。はい。この人も強いな。ドセンター、遠藤航ドセンターにして。あー、そうか。もう一人。もう一人。もう一人。ん？フォワードが足りないんですかね、これ。そうですよね。いやー。どうしよう。フォワードの部分を誰にするか。はい、ストライカーですね。レヌッチ使う作戦もあるか。そうしちゃうか。で、柏木入れると。はい、これで問題ないでしょうね。この3人の距離を近くする作戦もありますが、まあ、これで見てみますか。スナイデル、ホンダ、長井と、この右サイド、トリオ、トライアングル、崩しますね。で、マスチラーノがいますね。コルトゥーレもいる。ディフェンスは申し分ないという感じで、動きを見ていこうと思います。はい。これは機能するでしょう。はい。あ、で、ホンダ、センターフォワードですね。相手、コロンビア引きましたね。ファルカーいますね。はい、長井に突破させて、ホンダに戻してみますか。あ、これはミドルシュートのチャンス。はい、ホンダここにいます。はい、ホンダシュートありますね。ああ、もうちょっと近づいてもよかったですね。ホンダはミドルシュート、キック非常にうまい選手なんでありますね。よし、ペリシッチ。はい、中央空いてますね。ああ、弱い。はい、ホンダのまあ体で無理やり、コロンビアのセンターバックを抑えて、手で抑えてのシュートでしたね。ホンダ動き出しそんなないですけど、こういうプレイならできるんじゃないでしょうかね。体幹の強さは非常にある選手なので。はい、ボール取りましたね。わ、はい、キープ力は中田英寿、昔の中田英寿に通じるものがありますね。日本人ながら非常に体が強いと。長友も同じようなタイプですね。はい、ホンダから長い長い長いで繋いでると。わ、惜しい。いや、頼むよ。はい、はい、やっぱりコロンビアちょっとディフェンスは悪くないんですけど、はい、ホンダにいきなり当てて、いや、はい、いや、スナイデル今どこにいるんですかね。わかりませんけど、一時期中国リーグ行きましたけど、もう帰ってきたんですかね。えい。遠藤航。遠藤航、長谷部2世と言われてますが、もう非常に長谷部よりも勝ってる部分もあって期待できる選手ですね。頼む。はい、ファルカオ、ファルカオ、ファルカオ、これカットして、ペリシッチでレヌッチに当てて、はい、ホンダシュート。はい、ホンダやっぱりキック力あるんでいいですね。そういう遠めのシュートが狙えるっていうのは、はい、遠藤渡るのヘディングといいですね。特に1枚剥がせばシュートが打てるっていう感じで、ドリブル突破はいらないですよね、こうなると。はい、特にホンダノーモーションのキックなんかもできたりするんで、そういう面で。わ、掘り込んじゃった。はい、こちらを奪ったら落としますか。はい、ホンダ、あ、危ない。ホンダに落としましたが失敗です。はい、これは、はい、1-0 ですか。コロンビアはいまいち攻めが炸裂してないですね。こっちの攻撃のフェーズが多いっていうのがあります。やっぱりディフェンスをはっきりやらないと、どこでボール取るのか決めないと、攻撃力いくら強くても
攻める番が回ってこないっていう感じですね。はい。本田に当てますね。で、ここ空いてるんで使いますか。はい。ペリシッチシュートで終わります。はい。あ、ここにいるな。いや、やばい。ファルカオにカウンターやられるのはまずい。はい。やっぱりファルカオ、怖いですけど、孤立させてしまえば問題ないと。クアドラード左、コロンビア右サイドにいるんで、そのファルカオ、クアドラードを分断することが、コロンビア攻略では重要ですね。ある意味、クアドラードが一番怖い選手かもしれませんね。えい。わ。やばいな。よし。まあ、クアドラード、セリアで長友と何度もマッチアップしてますけど、長友も決して負けてないですね。なので、正面か。ホンダ、前にスペース空いてましたけど、はい、ホンダから、レヌッチと、シュート、はい。まあまあですか。ホンダの良さはもうちょっとセンターフォワードで活かしたいですね。はい、これはサイドに出して、ホンダと。で、ホンダシュート。うわやばい。もう、ホンダ2点ぐらい外してる。今日ちょっとホンダが不発でしたね。コンビネーション自体は、悪くない感じでしたが、もうちょっとでもスナイデルの生かし方、長い生かし方があったかもしれない。はい、落とします。スナイデル、長いと。ホンダに落として、スナイデル走ってるんで、ここに出します。はい。スナイデルシュート行ってみますね。ちょっと遠くなっちゃった。はい、ホンダのミドルシュートで。はい、もうホンダにガンガン打たせますね。はい。悪くないですね。特にホンダ無回転のシュート打てるんで、キーパー正面にいても弾かせて点を取るみたいなことも考えられるんで、ホンダはガンガンシュート打った方が良さそうですね。やばい。はい。はい。というわけで今回ホンダスライデル長井の、トライアングルでしたが、まあ、比較的うまくいったっていう感じでしょうか。ちょっとでもホンダが外すシーンが多かったですね。本来センターフォワードじゃない選手なので、まあ仕方ないことですが。ホンダは今の日本代表に不足している、ディフェンスのできるミッドフィルダーということでね。ただホンダ足りないのは運動量ですね。甲状腺の病気で落ちてるらしいですが、それを補えば本当に日本に欠かせない替えの利かない選手になっているはずでしたね。まあそんなわけで今回ホンダ長井、スナイデル、トライアングルでした。コロンビア相手に 1-0 ということで、まあ、シュートチャンスは比較的あったんで、まあまあという感じですね。というわけで今回これで終わりたいと思います。